どうも、皆さん、こんにちは、ケンです。まずはこの映像をご覧ください。今皆さんにお見せした星空の映像は GoPro Hero 5で撮影した映像です。2016年の12月にオーストラリアで撮影したものなので、その当時の最新機種が GoPro Hero 5だったので5で撮影しました。つまり何が言いたいかというと、今回紹介するのはこの GoPro Hero 9なんですけれども、結局星空撮影で大事なのはこういったカメラ云々っていうよりも場所によるっていうのがもう一番の特徴だと思います。GoPro Hero 5でもこんなに素晴らしい星空映像を撮ることができるんで、まあカメラに頼るというよりも星空が綺麗な場所に行くっていうのが一番の近道かなというふうに思います。そう言っても GoPro Hero 9でどのぐらいの星空を撮影できるのかっていうのが気になるところだと思うので、今回はこの GoPro Hero 9で星空撮影をしてみたいと思います。ということで、これから熊本県天草市にある三宵天文台っていう天文台の隣で行って、この GoPro Hero 9で星空を撮影してみたいと思います。ということで、天文台まで行ってみましょう。ということで、皆さんこんばんはです。三宵天文台にやってきました。展望台にいるんですけども、もうバチクソ星綺麗なんで、これ GoPro なんですけども、この光 GoPro なんですけど もう早速ちょっと撮っていきたいと思うんですけども、今ですね、こんな感じで、展望台に、三脚を立てて、GoPro を立てております。でってことで、早速 GoPro Hero 9で、写真を撮っていきましょう。ちょっと電源入れますね。はい、電源入れました。 GoPro Hero 9でございます。じゃん、フォーカスは合っていますでしょうか。ここら辺ですか。よし、いいですね。ですね、GoPro Hero 9なんですけども、星空撮影、GoPro 5678の時に比べてだいぶ、簡単になってます。まずですね、写真モードを選びましょう。こんな感じですね、写真って今選んでると思うんですけど、写真を選びます。で、ちょっとね、もうすでにナイトになっちゃってるんですけど、ここのナイトっていうところを選ぶと、こんな感じで写真とか、ライブバースとか連写とかナイトってあるんで、このナイトを選びます。で、このナイトの横のとこ、ここのこの鉛筆マークみたいなところでいろいろと設定ができるんですけども、はい、こんな感じで、設定画面が開きました。レンズは広角、シャッターは30、出力ローって書いてあるんですけども、まあここはローは、パソコンとかで編集する人はローなんですけど、パソコン持ってない人もたくさんいると思うんで、今回は、ローではなくて、標準っていうのでやっていきたいと思います。あのですね、まあぶっちゃけ言うと、ローの方がいいんですけども、それはもうパソコンとかで編集する人向けなことなので、スマホしか持ってない人はもう標準で大丈夫です。むしろ標準の方がいいとかなと思います。で、タイマーは3秒を選びましょう。はい、こんな感じですね。レンズは広角、シャッターは30、出力は標準、タイマーは3秒、ズームは 1.0 ですね。で、これをね、下にピュッてやると、ピュッとやっていくと、こんな感じで詳細を設定することができるんですけど、今ですね、ISO 最小を1600、最大を1600、つまり ISO っていうのが1600で固定できるように、固定されるようになっているんで、ISO を1600で撮っていきます。まあ、その他はいらないかな。大事なのはシャッタースピードが30秒であるということ、そして ISO は1600であるということが今回ちょっと大事なんで、この設定で撮っていきたいと思います。GoPro で写真を撮る設定は本当これだけです。三脚を立てて、その上に GoPro を設置して、ほんで写真モードにして、ナイトモードにして、で、シャッタースピードを30秒、ISO を1600にすれば、もう、設定は完了でございます。ということでですね、早速ちょっと撮っていきましょう。いきますよ。シャッター押します。ここに。いきまーす。はい。ということで、3秒の、タイマーが切られて30秒撮っています。で、この30秒撮るってね、多分あんまりカメラをやってない人からすると分かんないと思うんですけども、今ですね、シャッターをめっちゃ30秒間開けてて、星の光を取り込んでるんですよ。なんでね、どうやって星空とか撮るのってみんな思うと思うんですけども、こういったなんかシャッタースピードっていうのをいじくって、光を取り込んでます。普通ね、シャッタースピードっていうのがもう何千分の1とかなんですけど、それを30秒開けることによってちっちゃい光でも取り込むことができるみたいな感じですね。ということで、30秒経ちました。これで GoPro で星空写真を撮りました。じゃあ今撮った写真をちょっと見てみましょう。こんな感じです。どうぞ。はい、どうでしょうか。こんな感じでございます。いや、えぐいっすね。まあ、星空もよく撮れてるんですけれども、僕が今いる三宵天文台というところから、熊本県の上天草市にあるんですけれども、まあ、島々なんですよね、これ。下に映ってる、光が。島を、の街灯たちが下に映ってるんですけど、で、海、そして、星空という感じで、非常にいい星空写真が撮れております。いや、ないんすげえな、マジで。
いやー、マジですごいです。これがね、 GoPro の実力でございます。もちろんですね、一眼レフとかで撮ればもっと綺麗に撮れるんですけれども、 GoPro でも行くとこに行けばこのぐらいも、写真を撮ることができるんで、皆さんもぜひ参考にしてみてください。方角変えてみました。でですね、もう一個ちょっと皆さんにお伝えしたいテクニックがあるんで、お伝えしようかなと思います。上から下にですね、 GoPro をピュッてやるとこんな感じで設定画面が出てくるんですけど、ここになんか人の喋り声のマークがあると思うんですけど、これをですね、まあこれでオフ、これでオンなんですけど、これでオンにしました。でこれですね、GoPro 写真っていうと GoPro が勝手に写真を撮ってくれるんで、離れた場所からでも GoPro を、コントロールすることができますし、自分を写して、星空写真とかも撮ることができるんで、ちょっとやってみたいと思います。 GoPro 写真、ほらこんな感じで、GoPro 写真って言えばタイマー動くんで、これでね、星空写真でも、自分を入れて撮ることができます。はい、ということでですね、方角を変えて、撮影した写真がこちらでございます。じゃん、おな、こっちの方がいいのかもしれないね。こっちもなんか島々の、ライトが島の形が分かるようにね、こう C のように、 C の逆かな、うん、のようなライトとかもすごく綺麗に映ってますし、やっぱ星空も綺麗ですね。いや、GoPro ヒーローないんね。いいっすわ、これ。めちゃくちゃ簡単になってるし。こういうところでいかがったでしょうか。GoPro ヒーローないんで星空撮影をしてみました。とはいえですね、僕冒頭にこんな映像を見せたと思うんですけれども、これ GoPro ヒーロー5で撮影したんですよ。これは2016年の GoPro ヒーローでも、こんな綺麗な星空写真、まあタイムラプスですけども、まあ一緒です。が撮れます。じゃあ、一体全体 GoPro ヒーロー9の、いいところって何なのかと。なぜ僕は GoPro ヒーロー9を買ったのかというとですね、ちょっと今ですね、GoPro を、アップデートしたんですけれども、ここですね、またこの画面に、設定画面に行くとですね、ここにスケジュールキャプチャーっていうのがあるんですけれども、これがですね、僕が GoPro ヒーロー9を買った一番の理由でございます。スケジュールキャプチャー、現在時刻、10月15日、2時55分、まあ、深夜の2時55分なんですけども、このスケジュールキャプチャーをですね、設定することで、例えば2時55分ですけども、3時から撮影を始めたいと。はい、こんな感じでございます。現在3時、00分、午前にオンっていう風にしております。これをすることによって、今2時55分なんですけども、3時に勝手に、GoPro が起動して、で、写真を撮ってくれるっていう感じなんですよ。実は、さっき見せた GoPro Hero 5の映像には、続きというか、その前の映像があって、こんな感じでございます。星空写真と、同じ画角なんですけれども、こんな感じで昼の画像があって、そして、この夜、3時ぐらいに起きてまた、自分でこう、起きて手動で電源を入れなきゃいけなかったんですよ。GoPro、今までの GoPro はね、GoPro 5、6、7、8では、自分で起きて電源を入れなきゃいけなかったんですけど、GoPro Hero 9から、タイマーを設定することによって、自分で、起動して、自分で勝手に撮影するっていう感じなんで、寝ててもいいっていう、僕らは。っていう機能が、加わったんですよね、GoPro Hero 9から。もうこれがね、僕は買った一番の理由でございます。午前3時にカメラが起動する設定にしております。で、この状態で、電源切っておきましょう。はい。はい、切りました。でもですね、午前3時になると、勝手に起動して勝手に撮影を始めます。で、午前3時まで残り2分、1分30秒ぐらいなんで、ちょっと待っておきましょう。はい、ってことで、ピッピッピッって言いました。ほら、僕は何でも触ってないです。勝手に GoPro を起動しました、今。現在、はい、ということで。いや、僕ね、これ初めてだったんですよ、この機能使うの。でも、マジでうまくいって、完璧すぎる。もうタイマーをセットしておけば、あとはもう勝手に、こんな感じで、勝手に起動して勝手に撮影し始めるんですよ。で、バッテリーどうなのって思うかもしれないですけど、GoPro は、USB で充電できるんで、この状態で USB で常に充電しておけば、無限に、その USB のバッテリー、モバイルバッテリーの電源が切れるまで、ずっと撮影してくれるんで、多分24時間とか普通に持つので、はい、ということでこんな感じで、撮影終わりました。いや、この機能はマジで便利。今日僕一人で撮影しに来てるんですけども、自分を入れて星空写真を撮ってみたいと思います。いきますよ、見ててください。めっちゃ簡単なんで。 GoPro 写真。
はい、ということで、これで、GoPro だけで自分を入れた、星空撮影ができました。GoPro って、音声入力機能があるんで、自分があっち向いてても、スマホとか触んなくても、音声で、GoPro 写真って言ったら、ピッピッピッってあって、で、3秒後にシャッターが切れるんで、自分を入れることができます。で、3秒じゃなくて10秒でね、シャッターを切ることもできるんで、GoPro Hero 5、6、7、8から、音声入力機能っていうのはついてるんで、それでの、星空撮影っていうのは、以前の GoPro の動画のやり方で、解説してるんで、多分そっちの方が詳しく解説してるんで、GoPro Hero 9は、ちょっと高くて買えないけど、まあ、5とか6とか7とか8とか中古あったら買えるなっていう方は、そちらの方が、参考になるかなというふうに思います。ていうかね、マジで寒い。もう山の上の展望台やから、もうマジで寒いです。GoPro を使えば簡単に、星空撮影することができるんで、皆さんも、参考にしてみてください。ちょっと僕はもう寒いんで帰ります。